お疲れ様です。今日は料理動画ということでね、前回の動画皆さん見ましたか？今年はエギングほぼしないと思って今年分釣りました。めっちゃおる、やばっ。お子ちゃん、はい、一回行きと、どこどこどこ、そうそうそう、ストップ。じゃあ、なんかニロ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 ニ、これを今から全部外していきます、うん、はい。これが一番でけえ、でけえね、やばいやろ、おやばい、40センチ以上ある、40センチ以上、この長さ合わせたらやばくないな、これサメになりそう、サメだな。でっかっ、内臓でかっ、でかちょうちんやんこ、でかちょうちんやんこな、これこうちゃんが釣ったモンゴウイカ、モンゴウイカ、うわすごい、モンゴウイカの肝、これやん、絶対美味しいやつ、炭やばいね、見てほら、炭袋破っちゃった、お前ほら、気にし、俺が大好きなやつやん、これ持って帰るよ、コレクションにしようかな、うん、いいよいいよ、コレクションにするわ、これ、うん、かっこいい、かっこいいだろ、うん、こんなんでかいモンゴウイカ釣ったんよって、うん、ふわふわしよう、俺、体が熱中症、熱中症、ほんと、倒れそう、あれか、うん、ね、食べれればいい、そう、食べれればいい、体力がない、今、うん、いい、きつい、醤油と溶かすの、見えんかった、見えんかった、で、これはこうして気持ち悪い、これを混ぜたやつで、あとでイカを刺身を、うん、イカ冷やしていきます、はい、そして今からこのね、手のところ部分、うん、ここはね、あんまり食べると良くないって言われたの、うん、なんでかわかる、わからん、これね、イカちゃんがね、うん、いろいろ触っとるの、うん、海の汚いものとかも、でここは食べん方がいいって言われて、どんでここは切っていきます。うん、さらにさっき外した時に、うん、こうやってくちばしってのがあるよ、ほら、あ、変なの、そう、このくちばし、丸いんやね、え、丸いんやね、丸いっていうか、これがほら、マジで噛まれたら痛いよ、こんな感じで、とんがって痛い、これで食べるよ、パクパク、あー、全部やっていきます、はい、全部やっていきます。お茶さん、はい、見てください、ここ、お上手上手、で、これ今からちょっと軽く脱水します。これ後で唐揚げとか天ぷら、まあ唐揚げかな、するんやけど、この水分極力取っとかんと、パン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 、どうお子ちゃん、かっこいい、ありがとう、はんてしまうけ、ここでほら、はい、ほらほらすごい技が来たね、こうちゃん待ってみて、せーの、おもう痛いよ、やめてよ、もう死んじゃった、ほらこうちゃんのせいで、だってこうしたし、こうちゃんもう食べ物だんだろ、はい、はい、もうこれだ、謝罪動画や、嫌だ、こうちゃんめんどくさい、あれもう謝罪動画嫌だったん、うん、面白かったのに、あんまり、よし、これは本当に余分な水分だけを取ってくれるの、ピチッとしいで、ね、残す、はい、そう、本当にこれ、これ夜の唐揚げ、うん、夜の唐揚げ、オッケー、うん、これ取ってなかった、忘れた、あ、うん、これ全部取らないけん、はいはい、俺が頑張ります、まず、こうします、こうした後に、あー、貫通しちゃった、骨のところでできなかった、あー、ほら、でっか、おれ、で、これ全部やっていきます、はい、今俺が切ったやつをこうちゃんが洗って裏から反対側に反対側にこの辺をきれいにして、で、ここにどんどん置いてもらっています。今見て、こうちゃんが全部やって入れたやつをこれをね、うん、エンペラと一番おいしいところ、うん、分けるためにここら辺から指入れて、うん、こうすると、うん、ビリ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 、ほら、きれいに気持ちよさそう、きれいに取れば、バーってこうしたら、ほら、すげえ、こんな感じで綺麗にツルツルになった、これを今分けてこっちにこんな感じに移して、今エンペラとこの部分分けてます、うん、これをこうしてこう綺麗に合わせます、うん、今これね、すごいね、一番でかいやつなんですけど、吐く時の音が聞いてください、こっち静かにしたよ、うん、いい音した、いい音したね、うん、スティーブ、さーっとね、うん、
今これね、いっぱい見て、ここすごいね、いっぱいあるやろ、うん、なんでこんなにいっぱい持って帰ってきたか、うん、それはもう何年分の、まあ1ヶ月は持つやろ、これをね、俺も取っときたかったよ、俺ね、大好きで、アオリイカ、でも、今年のイカはね、不作でね、なかなか取れなかったんやけど、この今回の秋イカ、最高、久しぶりのアオリイカ、刺身でいっぱい取っておきたい、だからこれを冷凍して、好きなね、時に晩酌として食べたい、いいやろ。うん、いいね。こんなん毎日食べたら贅沢すぎる。そうやろ、うん、イカの耳は俺のスーパー大好物です。エンペラって呼ばれる分ね、これ、うん、これまだ処理してないんやけど、綺麗には取ってないけど、うん、もうこれちょっと体力ないんで、うん、もうだって何時間した？5時間ぐらいは絶対したんじゃない、ね、したよね、うん、前回の動画ね、イカ釣りやってるんで、まだ見てない方はぜひ見てください。エンペラ、エンペラ、全部たっくんの、たっくんの、たっくんの、全部エンペラ、エンペラタックの。なんで、大丈夫です、こうちゃんさん。ん、一番でかいやつ取ってるんで。お、来たね。来たぜ。はい、これもエンペラボックス。エンペラボックス、ね、これ最高、マジで。見てよ、この総取りしてる俺。どっちが嬉しそうな顔勝負しようや。まず俺から。え、次こうちゃん。あれ止めてくれんなって、タック笑ってくれんなって、うん、あ、ごめんごめん、ちょっとこうちゃんが気持ち悪くて、こうちゃんのさ、うん、さっき船で寝とったやん、うん、寝顔相当キモかったばい。え、マジで本当にキモキモ、こうちゃん今画像で出ています、こうちゃんが寝てる寝顔が、やば、4日もある、刺身、逆に言うと4日しかない。うわ、やばい、カメ、うわ、映して、映しよう、やば、白いカメね、それはやばい、やばいって、え、もうすぐ引っ越すのに、どうしよう、もう引っ越しなのに、賃貸よ、ここはまだ。はい、和田さん、はい、今からついに時は来ました、うん、時は満ちた、来たな、こうちゃん、全然掃除できてないやん、これこうちゃんに任せたはずよ、うん、難しかった、うん、こうちゃんの刺身はなしということで、うん、つまみ食いしたな、ね、つまみ食いしたな、え、してない、してない、なんかね、これね、アニサキスがおるかもしれんけ、うん、こうやってね、アニサキスがおった場合もこれで切る、殺す、これ裏側もしたのがいいかな、こうなっとるってこうしたいんか、で、さらに食感も良くなると、歯切れが良くなるって言うたらいいかな、歯切れ、うん、これ俺はこれです、えい、うい、うい、あ、うん、あ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 、うん、あ、うん、うん、うん、あ、出た、ふざけんな、うん、まっ、もう受け取りゃねえか、うん、何ですか、いや、食ってないわ、今。いや、今見たよ、俺。うん、そう、見てない。見て、見て。あ、食ってないもん、俺。見て、見て。うん、食べる？食べる。あげなーい。残念。あげないよん。あ、食べた、あ、食べてないって。食べよりないの、ないの。なんだけど。まだ嫌い。あげんも。盛り付けします。盛り付けよ。かっこいい。そうやろ。これ、でかいかいさ。うん、こんぐらい切り込みにとって全然いい、さっきちょっとつまみ食いしたやん、正直言うけど、うん、その時に結構歯応えがあった、これでしょってもう、うん、だから結構深くいっていいと思う、反対にするときにこれと同じ角度で切ってたらそのまま切れてしまうわけ、斜めに、うん、意味わかる、わからん、両面合わせて十字になるように、絶対分かってられる、うん、こっちのままね、そんなにいちもくない、今日は盛り付けよう、次は丁寧に、一番上の部分やけ、うん、一番上の部分は丁寧に盛り付けよ、こーるるるるるるかっこいいやろ、うん、これ入れ墨入れたよ、うん、どうかっこいい、うん、チャリで来た、はい、紅茶さん、はい、お待ちかねの、はい、紅茶も大好き、エンペラですよ、エンペラ、エンペラですよ、おおおおお、どの進化の仕方したの？ドーナツ、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 エッドゥーナッ、エッドゥーワ、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 パジャマでお邪魔。パジャバチャバジャパジャ、パジャマチャババ、パジャバババ、バーパジャマ。できたら、はい、ポーズ。じゃあまたね。知らんの今の歌、知らん、え、嘘やろ、なん、こうちゃんは何を見て育ってきたの、アンパンマン、
いやいや、え、アンパンマンとさ、うん、歯磨き上手かなって知らん？朝にあるやつ。そう。あ、あれか。それでパジャマなかった？できたら、はい、ポーズでしょ？知ってるかもしれん。そうやろ、うん、じゃあまたね。多分見とるはずよ、絶対。じゃないと、こうちゃん、ちゃんと育てられてないかもしれん。うん。こうちゃんは愛を受けてないかもしれん。ちゃんと育てられた？うん。おぉ。親に愛されてきた？うん。おぉ。あ、じゃあそう思えるならいいね。俺は子供の時そう思わなかったからな。で、こういう俺が生まれました。はい。頭がおかしくなりました。こうちゃんはだけまともになるんかな。まともまともはつまんねえよ。絶対うまいやこんなん。うますぎわろたーやね。うん、こっち言ってん。うますぎわろたー。そう、わろりーすぎたー言って。わろりーすぎたー。いいねー。こうちゃんわろりーん言って。こうちゃんわろりーん。いいねー。わろわろこうちゃんね。わるわるこうちゃん。うまい。ね、ね、やりたい。ね、英語うまいかもしれん。こうちゃん、ね、ができる人は英語がうまいんよ。うん、ね、ね、あのね、うん、日本人が1000円、1万円とかあるやん。うん、1000円のことを日本人はなんて言う？日本人は普通に1000円。そう言うやん。うん、でもね、海外の人はね、うん、んがつくとその次にねって言いたくなるんよ。うん、だけどね、外人に1000円って言わせたら、うん、千年になるんよ。ね、なるけ千年になると。千年、千年、千年、本当に本当かどうか知らんけど。えい、エンペラ。これはもうアニサキスがおったら死の。うまっ。あ、食べた。音がすげえ。ね、うん、まあ食うかこれ。うん、なあ食いたら早く。ね、で、食べたい気持ちを抑えて。うん、抑えるやん。抑える。たっくん食べとるけどね。さあ、それを言っちゃおしまいよ、こうちゃん。こうちゃん、それを言っちゃおしまいよ。そう、俺たちにはこいつがいないか。あ、高級魚、これが一番うまいんよ。もう一気に刺身にします。はい、いきますよ。はい、本当に一瞬ですからね、見てください。せーの、プチッ。 OK、で、止めていいよ。え、意外と弾力性あるんやか。溶けるかと思うと、あ、いい感じ、いい感じ。ほら、キモはキモ。絶対ダメよこれ。カレーみたいにドロドロ。すげえ、やば。これをイカつけて食うってわけよ。うん、食べた。すげえ。うわ、マジでほんとウニみたいやね。え、そうなん。じゃ食べましょうか。はい、実食タイム。実食。よいしょよいしょ。いきましょうかね。はい、いかがよか。うん、まず普通の醤油で。では、いただきます。うん、エンペラやん、うまっ。うん、うん、めっちゃうめえ。うん、硬い、うまい。うん、硬いって言い方は美味しくなったよな。うん、で、こちら見てください。なんとですね、両方ともひじ肌なんですけど、この色の違い、血抜きができてないというか、まあ、先にでもなんか死んでしまっとった、いけつに入れとったんやけど、それでも死んでしまったやつはもう血が回ってしまいました。赤くなりました。そうじゃないやつはこうやって白いです。これも食べ比べしてみましょう。じゃあまずは白い方から。うん、うわっ、やばっ。あ、ほらほら、やばい、プルンプルン。いただきます。うわっ、やっぱ最高。え、うますぎるやけど。めっちゃうまいね。うん、これ赤い方は、まあ、普通の、あのね、血抜き確かにした方がいいけど、うん、これでも普通に美味しいと思うけどね。うん、あ、もう食感が違う。うん、弾力さが違う。うん、白い方が新鮮というか、弾力がもう柔らかい。もちこうちゃん、これはいらん。うん、ごめん、いらん。いらん、オッケー。はい、白飯を持ってきました。そしてまだまだ終わってないよ。これさ、エンペラしか食ってないやん。イカも食わない。で、イカはこの下にある、これ、これを この肝醤油に、やばっ、こうやってまとまって、うわっ、やっば、これやばいぞ。で、これをこのままご飯にのせて、うん、あ、やばい。え、そうだべ、カブテカチャカやん。こうちゃんも気持ちよくやってみる。うん、食ってみる。うん、わかる、この良さ。うん、うまくね。食感もすごいしね。イカも美味しいね。うん、まだ終わりませんよ、この動画は。この後、今から俺が手を鳴らしたら、うん、夜ご飯になります。夜ご飯は、うん、ガウデモゲソを唐揚げにします。うん、こうちゃんパチンってしたい？うん、ありがとうございます。
昨日結局寝てからね、うん、もう次の日になりました。はい。でさっきねこうちゃんに、うん、とあるものを買ってきました。それははい、おめでとうございます。スプラトゥーン3なんか3ヶ月パックかなんかね。おめでとう、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、いろいろな子敬語使えるようになった。うん、おーすごい。で今からね、昨日の続きの、うん、イカの唐揚げ、うん、作っていこうか。はい。昨日忘れてたんだけど、うん、モンゴウイカの刺身を冷凍したままやったよ。もうこれは流水解凍します。待ちかね、見てこっち。はい。これあのピチッとシートで脱水したんですよね昨日。うん。イカのゲソ部分、うわうわめっちゃくっついてる。くっついてる。なぜなら水分が取れてるから。旨味とか取れないのと思うやん。うん、大丈夫。旨味とかじゃなくて水分、余分な水分だけが取れて、なんならこれ見て、旨味が凝縮してると詰まっとるんや。こんな感じ。この脱水したイカたちを、これあの吸盤のところにあるこの歯、歯みたいな、おらら映ってたね。ああ、うん。これ別にあの取るの簡単だけど、うん、めんどくさいし、なんなら今から唐揚げにするけ。うん、うん。全然それ気にならんと思う。うん、うん、唐揚げにします。はい。前も食べたよね一回。一回食べた。あのこうちゃんがあれやイカさばいてるっけね。うん、さばいてめちゃくちゃぐちゃになった。そう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 。まずホワイトペッパー、まあ、塩コショウですね。これを下味の感じで大事です。もし食べなかったら後で足せばいいんで。あんまりこれで味をつけすぎちゃうと、なんか塩辛い、なんか辛い感じの唐揚げになっちゃうんで。味の素、うん、多めです。はい。塩、はい。これをしてくれ。コネクリクリクリ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 。うわ絶対美味しいやこんな。やばいと思うよこれマジで。マジで、うん、やばすぎてこうちゃんをポリニシスパイスちょっと入れてみよう。これあのアウトドアスパイスで。あ、美味しそう。大体唐揚げって片栗粉なんやけど、うん、小麦粉でやろうかなと思います。小麦粉、うん、なんかそのなんちゃうな、片栗でなんかカチカチなりすぎるの嫌やし、うん、でも前片栗だったんかな。美味しかったよね前回。うん、美味しかった。小麦粉半分、片栗半分にしようか。ああ、なんかその硬すぎても柔すぎてもって感じが中間がいいから。で、これが、うん、や全部がバラバラになるように、うん、バラバラの実。バラバラ、うん、誰の能力？ゾウギのバギ。おー、昨日にかけてピチッとシートで脱水したから、うん、ほらこれビチャビチャしないの、ほらなんかわかる。これこれがいい感じになると思うんだ。これすごい一番でかいやつよ。でかいやつゲソの感じ。よいしょ、いきますよ。うん、形が変わってった。うん、くるっとなるよ。うん、まあ、これ今から揚げていきます。これ炭ってつ良くないよね多分。分からん。良くない、いいかな。まあ、お腹壊れ、冷凍してほしい。大丈夫やろ。うん、これ炭ありでいこうや。分かった。うん、炭ちょっと味見するね俺は。うん、でかめの、うん、うまい。熱い。ずっと飛んできる。ねえ、手見てよ、これ飛んできてほら、油、油すげえ。シャキン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 。イカスミの汚い黒いやつが逆に美味しく見えるっていう錯覚。うん、なんも言わねえはい、うん、美味しい。うん、片栗粉すらなかった。うまっ。待って、あのね、正直食感はやっぱ水分がなくて片栗粉がまとわりついてない分、うん、その片栗粉がついてないからこそ、うん、パリッカリッとはなってないんよ、うん、ただ、旨味がすごい凝縮されとるって感じで、うん、早く食いて、めっちゃうまいよ、マジでうまいよこれ。相当うまいと、もう早くまた口に入れたいって感じ、今ずっといつもつまみ優勝やん、うん、もう我慢できんぐらいうまい、うん、はい、いただきます。いただきます。ちっちゃいのから味見してみよう。うん、いただきます。大きいの取っていいよ。うまっ。うまっ。うまい。おいしいね。うん、寿司郎とか行ってこういったとかあるんよ。はい、こんな感じです。うん、うまっ。いや、これうまっ。でかいのやるの？うん、でかいのやろう。あ、これとか。これやろ、これやろ。うん、でかっ。これなんてかちっちゃい。うん、いいよ、食って。あ、熱い。熱い。うん、嘘、足の方がブリーで引っ張ってない、引きちぎる感じで噛んで、で、美味しい食べ方あるの。で、それをウィーで引きちぎって
うぃーって、そう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 、引きちぎれ。上の方の、たくさんやな、見せてやるよ俺が。貸してやがちゃん、うん、美味しい食べ方こう噛んで、うん、うん、うん、飛んでいる、うまっ、うまっ、うまいね、うん、めっちゃうまい。でも多分これうまいしか言わないと思う。うん、そう。なに、光ってでかければでかいほどうまいんかな。わからん。うまくね。じゃあもっとでかい大王イカとかっつったら最強やん。どうやった今回の、まあ、昨日の釣りとか。釣り、うん、イカの釣り。イカの釣りは、うん、昨日のイカの釣りは、うん、立ってぎあ足がきつかったし、うん、楽しかった。あ、楽しかった。うん、モンゴイカ釣れたし、うんうん、なんかあの高級魚も釣れたしね。うん、実際さ、アオリイカも一回釣れたよ。目の前でベーンってなったやん、うんうん、最悪やったね。ねえ、ほんとはね、うん、一回バラしとんか、うん、でもあれはほぼ釣れたに近いけね。うん、うん、まあ、でも本当に思ったのが、子供向けとかファミリーで行くって感じではないかな。昨日の釣りは子供じゃ多分釣れん、あの本当に難しい。うん、俺はめっちゃ面白かった。その難しい方が決まった時にね、あ、思い通り行けたってなって、すっごいなんか快感なんや。うん、それが楽しいけど、こうちゃんもまた何年後かしたら全く同じやつやろ。うん、かだけど、まあ、第1回はイカ1杯6時間で1匹あげない。嬉しかったわ。イカ釣りのやり方は難しかったよ。うん、だけど一応イカ釣れたやん。うん、うん、だけど嬉しかった。うん、そうね。うん、釣り一緒にする時なんする？餌やりたい。そっか、餌最近やってないか。うん、この前やる時からやってなかったもんね。やってなかった、コロナだったけど。うん、うん、あ、次は餌釣りということで。うん、こうちゃんとね、やる時はね。うん、今この動画が上がりよる頃は、うん、もう俺、引っ越し、うん、終わったかもしれん。うん、韓国で来たね。だけみんなにも新しい家のガレージ紹介で、釣り具とかいろいろキャンプ道具とか整理してると思うんで、そういうのをね、うん、紹介しよう。うん、ベロ噛んだ。ありがとうございました。じゃあ、はい、というわけで最後まで見てくれたあなたに大事なお知らせがあります。大事というか、まあ俺的には大事なだけで、みんなにとってはどうかわからないですけど、裏もチャンネルが、釣りの裏もチャンネルから、自由な裏もチャンネルっていうチャンネルを作ることにしました。理由はですね、まあちょっとね、いろいろなんか好きなことやりたいなみたいなことがあって、それを釣りチャンネルにあげるのはいかがなものかと。まあ、釣りチャンネルは釣りだけのね、動画にしたいので、また自分のもう裏もちゃんが好き勝手やるよみたいな動画をあげる用のなんかサブチャンネルではないな。もう、またそれはそれでチャンネルとして、まあ、立ち上げることになって、まあ、今多分、この動画が上がってる時に上がってるか、まだ上がってないけど、すぐ上がると思うんで、ちょっと、気になる方は動画を見て、あ、これ面白そうやなと思ってくれたら、チャンネル登録そっちの方してください。ということで、はい。マジで最後までありがとうございました。バイバーイ。